イナス二十22、マイナス二 22, 22は、ソ連のツポレフ設計局で開発された、超音速爆撃機というあだ名で呼ばれた。北、大西洋条約機構は、識別のため、グラインダーというナトウコードネームをつけた。爆撃機としては、米ロードや航続距離が小さく、必ずしも成功策とは言えなかったが、強い交代核を持つ主翼や、垂直尾翼の両脇に配置された大型の、 ジェットエンジンなど、西側にはない斬新かつスマートなデザインは、注目を浴びた。ツマイナス22の開発は、ソ連空軍の主力中距離爆撃機となっていた、ツマイナス16を代替する目的で始められた。試作機である、航空機105は、ツポレフ設計局で1954年に、設計された。しかし、初めての本格的な大型超音速機の開発は、難航し、 初飛行は1958年6月21日まで連れ込んだ。その後、より強力なエンジニア、中央航空流体研究所によって研究されたエアルールを採用した新しい試作機航空機 105A が製造され、1959年9月7日に飛行した。この機体が、スマイナス22として量産化に向かうこととなった。22は当初、 スマートな外観からビューティという NATO コードネームを付けられたが、適機の名前としては美しすぎるとのことでグラインダーに変更されたと長年言われていた。しかし実際は1961年の津市の航空ショーに出席した西側の武官がつ -22 を見てイッツビューティと呟いたのを横にいた記者が NATO コードネームと捉えたために生じた誤解であった。また、 この時同時に公開された大型戦闘機ツマイナス128、ツマイナス28にも、NATO コードネームに関する混乱があり、爆撃機と認識した西側は、ツマイナス128を、ブラインダーと呼んでていた。その後、戦闘機と判明した、ツマイナス128のコードネームをフィドラーに変更し、中に浮いた、ブラインダーは、ツマイナス22のコーネームに割り当てられた。 ツマイナス22は当初地上常設、海上及び移動式の目標に対する超音速ミサイル爆撃機として計画された。だが最初の量産型であるツマイナス22及びツマイナス 22B ではミサイルは搭載されず、旧来の爆撃機と変わらぬ自由落下型爆弾のみの運用となっていた。これら能力不足のシリーズは実質的には 機体の実用化試験のための全量産機であり、少数しか生産されなかった。また、通常爆撃機型のツ -22B が少数の生産に止まった原因としては、当時のソ連主席、フルシチョフのミサイル万能論の影響を受けたということも挙げられている。この理由により、ツ -22 へのミサイル運用能力の付与は必須の課題となった。 ツマイナス22初期型の配備に先駆け、1961年には当初より予定された本格的なミサイル爆撃機となる、ツマイナス 22K が初飛行に成功た。ツマイナス 22K に搭載される、空対地ミサイルは、KH-22 ラードガと呼ばれる、専用のもので、ツマイナス22の胴体に半埋め込み式で搭載されるものでった。また、 KH-22 には、対レーダーミサイル型の KH-22P、ラードが、も開発され、これを運用するシステムも開発された。S-22 は、従来通りの自由落下型爆弾も、搭載可能で、その場合は13トンまでの爆弾を爆弾格納をへ、え、積載できた。これ以外にも S-22 は、被害装備として、 主翼仮面に各1機の小型爆弾化を積載できた。s 2 2の搭載エンジンには、WE 人設計極性の強力なターボジェットエンジン RD-7M が選ばれ、2機がビブに集中搭載された。このエンジンは、アフターバーナー付きの大型のもので、55度の高体角を持つ主翼と相まって、 当時の大型機としては驚くべき数値であった時速 1600km の最高速度を叩き出した。発展型のツマイナス22系ではエンジンは改良型の RD-8M に変更された。ただエンジンの装備位置が非常に高かったため整備の際には特別に足場を用意する必要があるなど運用面では苦労もあった。ツマイナス22からは 爆撃機以外にも様々な派生型が開発された。最も多数が生産されたのは爆撃能力を残した前線偵察機型であるツマイナ二2 2 r であった。その他二2 2の派生型の中でも空軍において最も重要な位置を占めたのは近代的な電子線に効力を発揮する電子、線機型や電子情報収集機型であった。 これらはソ連空軍にとっての初の同種の機体として配備された。このほか、ツマイナス22は殺人機と呼ばれたほど操縦が困難な機体であったので専用の訓練用機材も開発された。ツマイナス 22U 及びツマイナス22度と呼ばれる4人乗りの機体は46機が製造されたことになっている。 S-22 シリーズは1969年までの間に全派生型合わせて311機が製造された。S-22 は1962年にソ連空軍最初の量産型超音速中距離爆撃機として配備が始められた。一方、1965年に採用の決定の下った KH-22 を搭載する。 マイナ二 -22K の配備は1967年から開始された。マイナ二 -22 の生産はカザーニの国立第22航空機工場で行われ、エンジンを乾燥しまた空中給油装置を設置するなどした航続距離延伸型のマイナ二 -22KD と合わせて76機が生産された。KH-22 は700機程度が製造された。 公式にはまだ実戦配備には入っていなかったが、1965年には、すでに最初のつ -22K が3つの爆撃航空連隊へ配備されていた。配備部隊は、ベラルーシ・ミンスクのマチュリシチの第121長距離爆航空連隊、同じくバラーノビチの第203長、距離爆撃航空連隊、ウクライナジトーミルのオズヨールノへの第341長。 距離爆撃航空連隊であった。これらの部隊の任務は、第1に核爆弾での中央、ヨーロッパ及び南ヨーロッパへの攻撃、第2に地中海、北海のナトウ艦隊への攻撃であった。これ以外にも、スマイナス22系は、太平洋方面の部隊へ配備が行われた。スマイナス22は、数カ国へ輸出され、長らく運用されていたが、いずれの国も、 技術的に高度すぎる、スマイナス22を十分に使いこなせたとは言い難い。ソ連の崩壊後は、ロシアやウクライナでも、若干数が使用された。スマイナス22の実戦への投入として知られるのは、ソ連のアフガニスタン侵攻であるが、この時には、スマイナス22の本来の目的とは、異なる大ゲリラ戦に使用されたため、思うような働きを見せることはできなかった。 電子戦機型のツ -22PD も投入され、ツ -22M の爆撃任務を支援した。その他、第四次中東戦争でも、エジプトやリビアの機体が使用された。また、リビアの機体は1980年代に、隣国チャドとの紛争にも投入されたほか、はるか、スーダン本国領土への爆撃も行っている。イラクは、イラン・イラク戦争で、ツ -22 を使用した。 任務中に、二機の二 -22 が、イランの首都テヘランを守る、地対空ミサイルやイラン空軍の F-14、A 戦闘機によってそれぞれ撃墜されている。なお、各機種名称の語尾につく、D はロシア語で、長距離のを意味する、の略で、空中給油装置を機種上面に設置した、航続距離延伸型の機体であることを意味している。戦後ソ連の使用中型、 大型爆撃機、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。